ジャズスタイル TV をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。はい。早くも10月に なりましたが、今回もですね、小松はじめ先生をお迎えしまして、女性の体のことを伺っていきたいと思います。10月になりましたが、先生は今日ここまで、ここは福岡市中央区天神ってとこなんですが、自転車で。はい。自転車で頑張ってきました。東区のテリハから。来た、はあはあ、誰が走ってきたんですかみたいな、すごい運動するように心がけてるんですか。来月の13日ですかね、はい、福岡マラソンが、はい、当たったんですね。当たっちゃいました。すごい、あれ全然、うんうんうん、全然体が仕上がってないので、うんうんうん、ちょっとやばいです。もともとそのランニングはずっとされて、いやもう全然してなくて、ここそうなんだ、ここ2年ちょっとぐらいしてるですね。久しぶりですね。全く走れないですね。何キロぐらい走れます？今ですか、うん、今は7、8キロぐらいは走れます、うんうん、まあ走れますけど、やっぱりあの20キロ、ハーフぐらいは走らないと、はい、ちょっとだからペースは、うん、もうあと1ヶ月でしょ。そうですね。うん、やばいんですよね。うんうん、体力をつけるのもあって、はいはい、そうですね、自転車で、いや、まあ、ちょっと、はい、行きましょう。天気もいいし、まあ、スポーツの秋なんでですね。というあのはつらつとしたあの小松先生を迎えして、はい、女性 あの青葉レディースクリニックの院長ということで、はい、あの産科婦人科麻酔科のですね、あの病院の先生されていて、今朝もあの赤ちゃんの誕生に立ち会って。そうですね、うん、あの筋腫、子宮筋腫がある方ですね、で43歳の初産の方ですね。うん、なかなか大変でしたけど、今40代でも増えてるんじゃないですか。増えてますね。昔は高齢妊娠というと昔は35歳以上だったんですけど、はいはい、今は40歳以上の方、超高齢。あ、昔ではそうですよね。まあやっぱり超高齢ですね、43歳。いや、私の友達も結構いるんですよ。だから40代で初めて産むっていうとですね、どうしてもまあできにくいっていうのから始まるから、うん、ね、やっぱりいろいろこう不安が増えますよね。大変ですね。まあでもね、無事に今日赤ちゃんの出産を、はい、立ち会われてきたということで、はい、そして駆けつけていただいて、はい、はい、ありがとうございます。最初に先月すいません、あの、はい、台風の、そうなんです、はい、台風の日でした。台風の日で、はい、ちょっとその他もろもろ忙しくてちょっとキャンセルしてしまいました。申し訳ありません、はい、あの結局台風は、うんうん、こちらの方はあまり被害はなかったと思うんですけど、皆さんですね。ね、宮崎とか熊本、鹿児島とか、ね、あとやっぱ島の方はですね、はい、結構被害が大きいけど、福岡市はいつも、うん、そこまではですね、まあ、あとはの土砂崩れとかね、うん、そういうのはちょっと気をつけないといけないと思いますけど、先生のお家も大丈夫でしたか？全く大丈夫でした、うん、はい、病院も、はい、やっぱりね、不安ですよね。その停電みたいなことがあったりとか、そういうのも病院っていうのは特にですね、はい、あ、でも、まあ、そういうちょっと事情があって、前回いただいたコメントとかですね、今日お答えいただこうと、はいはい、思っています、はい、よろしくお願いします、はいはい、前回ですね、女性の体というところで、生理月経のですねお話をいろいろしていただいたんですけども、まあ、出血が最近その出血が多いとか痛みとかをもう我慢する時代ではないというようなお話をしていただいたんですね。で、コメントでですね、高校生の娘さんがいらっしゃる方から、はい、やっぱり高校生の娘さん の生理痛がちょっとやっぱりひどくてお腹が痛いって言って、まあ、学校に遅刻していくとかそういうことがあると、それで、近所のクリニックに、うん、行ったそうなんですが、そのピルの処方っていうのをされなかったということで、もうなんか言えなかったというようなコメントをいただいています、うん、まあ、この高校生とか中学生以上とか何かルールってあるんですか？いや、ありません、うん、やっぱり生理が始まってですね、でやっぱり生理痛があるとかひどいという
学生さんは結構いらっしゃって、うんうんうん、最近でもそれでもやっぱり少し増えてき、増えたっていうのは、はい、あの婦人科の方にですね、はい、受診する子どもさんが増えてきましたね。うん、で、意外に大人と成人女性とちょっと違うところがあって、成人の方ではやっぱり子宮筋腫とか、あと子宮腺筋症といって子宮の壁が厚い方ですね、うんうん、厚くて生理の量が多い、でしかもそれに生理痛がひどいという方が多いんですけど、高校生とか学生さんはですね、はい、やっぱり子宮筋腫はあんまりないですね、はい、子宮腺筋症というその子宮の壁が厚いというのもあんまりなくて、はい、でもやっぱり生理の量は多い方はいます。まだやっぱり卵巣の方機能が十分でないので、ホルモンがどうしてもしっかり出ないから、子宮の内膜っていうところが、厚みがこうしっかり出ないままですね、はい、もうどんどん剥がれていってしまったりとかして、破綻出血とか言うんですけど、結構やっぱり貧血がひどい方もいますし、それから生理痛もやっぱり結構ひどいですね。だから、いろんな意見はあると思うんですけど、やっぱり今は子宮内膜症という、病気に対してはですね、積極的に低用量ピルとかですね、しっかり治療してあげた方がいいと思います。ただ、僕喋っていいですかね。はい、はい、はい。なかなか婦人科の先生にもいろんな考えがあってですね、うん、僕より年配の先生は、やっぱりピルとか含めて、ホルモン剤はですね、骨の成長が止まると、骨端が閉鎖して、それ以上身長が伸びなくなるということをよく言われてましたので、昔からですね、だからそういうこともあってあまりホルモン剤を飲むもんでないという意見がやっぱり根強く残ってますね。ただ実際はもう海外でもそうですけど、生理が始まったらもうピルは飲んでもいいと、それから身長の伸びについてもあまり気にしなくていいということになってますので、やっぱりそういうこう今の知識とかその方向性とはちょっと違う形でね、すごく心配されてピルを処方をしないとか、もしくは親御さんの中にはですね、ピルは飲まない方がいいと誤解されている方も多いですね。そのピルという、ホルモン剤自体は昔からこう改良改善ってされてるんですか？あ、そうですね、いろいろあります。別に昔のまんまの薬ではないっていう、昔の伝統的なお薬もたくさんあります。はい、で、昔からいわゆるピルというとあんまりこういいイメージがなくてですね、避妊用のピルとかですね、避妊を目的に飲んでるとか、ということで、昔からもちろんちゃんとありましたけど、はい、今はやっぱり生理痛の治療をするということで、はい、いわゆる超低用量ピルって言います。低用量ピルのことを普通は一般でピルって言うんですけど、はい、それよりももっとホルモンの量を抑えたですね、超低用量ピルっていうお薬とかも開発されてますし、それから中身の成分もそうですし、はい、飲み方とかもそうですね、もう全部そうなんだ。保険適用でそうですね、4種類か5種類ぐらいはあると思いますね。やっぱり症状とかに合わせてですね、ピルを使い分けていくのが一番いいと思います、ね。そうですね。そういう、こう、4種類も5種類も、まあ、種類があって、ほぼ同じ内容なんですか？あ、いや、薬の成分が違ったりします。それはその先生方は患者さんを見て、どれがいいかを、そうですね、どうされるんですか？例えばお肌のトラブルも一緒に抱えてるとか、はいはい、学生さんの中にはニキビが多いとかですね、肌のトラブルを抱えてる学生さんもいますので、そういった方で生理痛がひどいとか、うん、生理不順があるという方はこういった薬があるとかですね、でそういった肌のトラブルがあんまりないとかですね、いう方には別の薬で、ちょっといろいろ喋るとあれですけど、やっぱりピルで一番怖い副作用、副作用のことを考えるとですね、はいはい、不正出血と、それから血栓といってですね、静脈って分かりますかね、皆さん。動脈、血管って2種類ありますよね。動脈、心臓から出ていく血管を動脈で、帰ってくる血管を静脈って言います。で、静脈の中に血栓という血の塊がですね、できてしまう
方がいます。でそれは今はだいたい体質と言われてて、はい、あのそういうのができやすい体質の方がいらっしゃいます。でそういう方に対してあのピルを飲んでいくとどうしてもその血栓ができやすくなって、まあ、実際できてしまって、はいはい、例えば心臓の方に血栓が詰まると呼吸困難になったりとかします。だから、まあ、分かりやすく、他に皆さんが想像つきやすい病気でいうと脳梗塞とかもそうですね。脳梗塞とかも血栓が飛んで詰まってしまうことですね。はい、でそういうのができやすいというのがあって、だからピルはやっぱりその血栓と不正出血ですかね。あとはまあムカムカあったり、あの頭痛がするとか、他にもマイナートラブルありますけど、まあ、そういうのがやっぱり気にするので、で、 できれば血栓ができにくくて、はい、不正出血も起きにくいピルとかを選んで出してます。じゃあその場合によってあの薬を変えるってこともありうるんですか？よくあります。そうなんですね。はい、なんかそのくらいね、うん、こう割と臨機応変にしてもらえるといいなって。一つのピルを飲んで調子が悪かったから、はい、じゃあ、あの合わないかというとそうでもないので、だからやっぱりこういろんなことは相談をしてほしいと思います、ね。うん、そうですね。なんかやっぱそうやってこう相談しやすい、はい、あの先生とか相談しやすい病院っていうのに出会うと、うん、この方もそうですね、あの高校生は個人的にはやっぱり早めにあのピルを飲んであげた、うん、飲んだ方がいいと思います。だって、うん、あの生理の辛さはやっぱり学業、長いからですね、学業とかにも影響しますし、うん、あのやっぱりかわいそうだと思いますね、うん。だから私個人的な話で言うと、私の娘もやっぱりピルを飲んでましたね、うん。あ、そうですか。はい、やっぱり、うん、あのもう成人になってますけど、うん、やっぱり高校生の頃からお薬飲んでましたので、うんうん、やっぱ全然あの正しい知識を持ってですね、はい、やっぱりきちっと対応してあげた方がいいと思います。そうですね、いいですね。娘さんはなんかね、お父さんがいや、ホームドクターってまさにホームドクターじゃないですか。なかなかあの女の子は男親に父親がなかなか難しいですね。はい、まあ、今やっと話せるようになりましたけど、まあでもそうでしょうね。かえってね、普通でもそうだからなおさらですね。まあ、うん、僕はあの子育てはちょっといまいちでしたね。まあお仕事の方がね、24時間ね、やっぱりその他のあの赤ちゃんをとね、もう子育てはダメです、ね。いやでも私もあんまり一言言えないので、はい、あのやっぱりいろんな人には眠気不向きっていうのはありながら、でもこういろんな人生の経験をねしていきながら、先生はそういう専門的な知識があって、娘さんはラッキーだなと思いますけどね、やっぱり。そう思ってくれてるったら嬉しいですけど。ねえ、いやだからまあそういう高校生の、まあ、娘さんとか中学生とか今ちょうどこう不安定なまだですね、まあ、お子さんがいらっしゃって、まあ、これから長い付き合いになるその生理の、生理痛とかそういう辛さっていうところは、まあ、昭和の時代のですね、我々はやっぱりなかったんですよ、薬とか。平成の前ですからね。で出たの？いや昭和って言ってもね。そうですそうですよ、そうですよ。今令和で、そう、まあでも皆さん昭和のあの時代をご存知だと思いますよ。まだ、まで平成生まれが今35歳ぐらいですもんね、もうね。ねえ、だからだって、だからこうやっぱ修学旅行とかそのスポーツの大会とか。まあ、今後増えていきますからね。受験とかにこれからこう行くと、やっぱり万全な体制でっていう時の一つの選択肢として、女の子の場合はやっぱりその生理のコントロールっていうところがですね、自分のこう心とか集中力とかも関係あるような気がするので、だからあの親御さん、娘さんをもちろんお母さんとかお父さん、まあお母さんですかね、やっぱりあの生理の相談をされたら、やっぱり真摯に、うん、あのちゃんと相談に乗ってあげた方がいいと思いますね、うん、あのそこでやっぱりきちっとあの娘のことを見てるということを、うん、態度とかちゃんと
表してあげるとやっぱり安心すると思うんですね、うんうんうん、そこはもうスルーしない方がいいと思うんですね、うん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 、それからさっきねちょっと言われてましたけど病院によってはやっぱり処方しないところもあると聞いたので、うん、例えば気になる病院ことがあって病院に、まあ、まず電話で相談されたらいいと思います、はい、高校生で生理痛がひどいんですけど、うん、ピルとかがいいと聞きました、うんうんうん、処方とか、まあ、診断とか処方とかしてもらえますかって言ってやっぱり聞いてもらったお尋ねしてもらった方がいいと思います。それで、うんうん、しないところはやっぱりしないと言うと思います。あ、はい、そうなんですね、うん、ちゃんとしますよっていうところはちゃんとしますって言ってくれると思うので、うんうん、そうすると二度手間にならないと思いますしね、うんうん、事前にそうやってちょっと問い合わせ、はい、もう相談してもらった方が間違いないと思います、うんうん、そうですね、まあ、そういう自分のこうちゃんと何に困ってるかっていうところがですね、うんうん、事前に分かってたら娘さんも一緒に行って結局出されないっていうとまたそういうのもね、うん、心が傷ついたりもするでしょうからね。でお母さんが、うんうん、私の時は生理痛我慢したよって言ったらもうそれアウトですからね、うん、もういいですか、ね、昭和の皆さん、はいはい、いや、やっぱね、うん、学校とかでもだいぶ我慢させられたような気が、時代が違うからですね、結構やっぱりこう忍耐の時代というか、もう今は痛みも、もう痛みが脳に悪いっていう風になってるし、ストレスになるとか、またそういう風な根拠がない時代だったから、根性論だったからですね、なんか生理も根性でコントロールしろぐらいの、そうですか。それは僕ちょっと知らなかったですね、当時は。おかしいな、おかしいな。私とあんまり変わんないと思う。だけどやっぱり、まあっていうのと、やっぱり母親に言いづらい環境っていうのも、やっぱオープンに性の話っていうのが、まあ、生理か性の話なのかっていうのは難しいんですが、まあ、私の場合でも、そのオープンに家庭でやっぱりできないっていう、恥ずかしいっていうところも、あったんですね。で、まあ、私のこの息子の時とかになるとやっぱりそういうこう性の話で PTA の保護者会とかいうのが出てきて、やっぱり家でもそんな話をちゃんとしながら子どもと向き合いましょうって先生がおっしゃったみたいに、子どもの体の変化を親はちゃんと見てるよっていう、こうことで無視したらダメですよっていうような講演会とかが始まった時代で、それこそ助産師さんが来られてとか、だからこう、まあ、私たちの時、まあ、わかんないけど、ベビーブームで結構人が多かったからかもしれないけど、子供と向き合いましょうとか、こう心のケアをしましょうみたいな文化がなかったような気がしますもんね。まあ、いい時代になりましたね。いや、本当ですね。はいはい、まあ、本当、一人一人を尊重していくっていうところで、まあ、女性のそういうことはなおさらですね、まあ、お母さん、もしくはそういう頼れる方が周りにいるっていうことが大事だと思うので、不安があったらですね、あまり我慢を、長い間我慢せずに、専門の病院に相談するっていう方が、まあ、早いし解決がですね一番楽かなというふうに思います。はい、そしてもう一つコメントが来ておりまして、ホルモンの役割について知りたいですということなんですが、ホルモンの表現をですね、美人ホルモンとブスホルモンがあると聞いたんですがと。で、最近その抜け毛がひどくて、太ってイライラして眠れないというのはブスホルモンのせいでしょうかみたいな、はい、表現が来てるんですが、結構マスコミとかがですね、うん、こういう言い方したりしてるのかもしれないですね、極端な。そうですね、まあ、あまりそういうのを検索したこともないし、まあ、患者さんからも尋ねられたこともないので何とも言えないですけど、でもやっぱり黄体ホルモンとかですね、はい、やっぱりホルモンの中にはやっぱりむくんだりとかですね、うんうんうん、あと食欲が増したりしますし、それから当然便秘になったりとかすることがあるので、うんうんうん、やっぱりそういうのをこう加味するとやっぱりちょっとこうそういう言い方するかもしれませんね。ホルモンは黄体ホルモンと、卵巣ホルモンの 中に女性ホルモンっていろいろあるんですけど、はいはい、その中に卵胞ホルモンと黄体ホルモンですね。で、黄体ホルモンの方が
そういった作用が強いですね。でイライラもしたりしますしね。卵胞ホルモンと黄体ホルモンがあって、一番いいバランスっていうのはこう。一番いいバランスは、考え方、考え方によりますけど、はい、僕は一番理想と思っているのは、それこそさっき言ったピルを飲んでる状態ですね。卵巣ホルモンっていうのは、必ずこう、視床下部とか、その上位のホルモンの影響を受けるので、はい、必ずこう、フィードバックって受けて、はい、変動したり、例えばその排卵とかで変動するんですけど、はいはい、外から、はい、ホルモンを取った場合っていうのは、うんうんうん、抑制を受けるんですね、うん、結局だからそれで排卵がしなくなるんですけど、卵胞ホルモンも黄体ホルモンも極めてこう低い値ずっと一定になるんです、ね、あだからこうは差がないあんまギャップがないムラがなくなるんです、ね、なるほど。だからイライラとかも当然少なくなりますし、はい、そうなんだ。もう理想的なホルモン状態というのはやっぱり僕は低用量ピルを飲んだ、はい、時のホルモン状態が一番いいと思います、はい、あまりその上下に振れない、振れ幅がものすごく大きい人いますね。それがやっぱ辛いってことになるんですか。本人は辛いとは多分思ってないけど、うん、なんか例えば胸が張るとか、はいはい、イライラするとかは多分あると思います。あ、それがまあ PMS っていうとかの一部やっぱりにつながって、はい、つながっていきます、ね。だから、まあ、ちょうどその時期は調子が悪い方はやっぱりあると思いますね。じゃあその超低用量ピルとかで自分のその女性ホルモンのバランスをこう、うん、一定にしてみて、うんうんうん、それでその体質かな、そういったのが良くなるかどうかをちょっと試されてもいいと思いますけどね。うん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 、その超低用量ピルっていうのは、はい、そのまあ生理が始まったら、はい、もう飲んで大丈夫というお話でしたが、はい、その何歳まで、昔はですね、40歳以上はピルは飲んだらちょっとどうかなって言われてたんですけど、うん、今海外とかもそうですけど、いきなり40歳超えて飲み始めるのはやっぱり要注意なんですけど、うもうずっと30代からですね、例えばピルを飲んでる方は40を超えてもいいんじゃないかっていう意見が多くなってますね。で、ピルを飲む時の注意点ですけど、さっき言った血栓がやっぱりできるかどうかって言って、はい、3ヶ月とかあるいは半年ごとにやっぱり血栓の採血をやっぱりされた方がいいですね。そうなんですね。採血をしないと、うんうんうん、した方がいいです。じゃあそうやって採血で血液の状態を見ながら、はいはい、なかったら全然続けられていいと思います。なるほどですね。やっぱりこう薬を飲むってなると何かしらそういういいこともあれば悪いことも考えとかないといけないっていうことですもんね。だから今そうそう思い出した、うんうん、オンライン診療で診療だけをずっと、はい、飲んでる方いらっしゃるんですけど、はい、やっぱり採血とかされてないですし、あオンラインですね、オンラインは採血ができないですし、結構出血が止まらなくなったり途中ですることもあるんで、やっぱりできたら近くのですね、かかりつけの先生のところに、うんまあ、ご相談された方がいいと思いますけどね。やっぱり全然なんていうかな、婦人科を見たことがない病院でも、うん、オンラインの処方できるんだしてるところもあるみたいで、やっぱり東京から取り寄せて飲んでるけどっていう人が結構いますね、はい、だからさっき言ったピルもたくさん種類があるので、その人に果たしてそのピルが合うかどうかっていうのはやっぱりわからないので、もうちょっとやっぱりきちっと、うん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 、見てもらった方がいいんじゃないかなとは思いますね。まあ、そういう部分ではやっぱりちゃんと専門の、そうですね、専門というか、うん、ちゃんと相談に乗ってくれる先生を見つけられた方がですね、うん、なんかオンラインって、コロナでオンライン診療っていうのがちょっとバーって今普及しつつあって、はいはい、まあ、便利なものは便利だけども、やっぱりそういう定期的な血液検査とかフォローアップがないとやっぱりちょっと不安な点が今出てきたかなって感じはしますよね。
オンラインはやっぱりちょっとこう、こんな言い方をすると語弊がありますけど、あのきちんとしてる先生にとってみれば、やっぱりなかなか敷居が高いですね。そんな時間ないからですね。だから、オンライン専門とかでやってる先生がいるんですか？いますいます。あ、まあ、それはそれで否定するもんじゃないんですけど、まあ、正直、なんかオンラインに診療までできる資格は持ってますけどね。はい。持ってますけど、はい、なかなかそこまではできません、ね。実際はですね、やっぱ来られる患者さんがいらっしゃるのですね。そっちの方が。やっぱオンラインって不思議ですよね。なんかね、オンラインでできるようなものだったらですね、いいけど、その内容によりますよね。やっぱりお話をして、分かることっていうところも、ね、やっぱり採血をしてとかですね、しないととても難しい、まあ、やっぱりその内診とかも、いや内診関係ない、もうあんまりしないですね。そうなんですね。やっぱり内診はしませんね。エコーは、でもやっぱり1年に1回はしますね、だいたい1年に1回で、さっき言った定期的な採血も、ちょっと怪しい人は3ヶ月とかですね、特におタバコを飲んでる方とか、あと35歳以上の方とか、はい、ちょっとこう、ふくよかな方とか、はい、そうですよね、はい、やっぱり採血をしたりとかですね。オンラインだけではわからない こともこう検査とかをこう組み合わせながら、先生方は診察をされているという部分があるからですね、あの偏らないように患者側もした方がいいかなと思いますけどね。だからまあ、いつもの薬くださいってよく来られるんですけど、まあ、やっぱり話は聞きたいですね。まあでも、いつもの薬くださいというときは大体調子がいいんでしょうけどね。なるほど。たま、あとはですね、やっぱ面倒くさいって思うっていうのはあるんですよね。だからそういうふうに自分の体のことなので、やっぱり思わないようにしないといけないと思うんですけど。まあでもまあ元気よくね、なんか、いつもの薬ください。はい、元気よく。そうそう、早くくださいって言われたら、もう、はいはいって言いますけど。いや、なんか、この前も、やっぱり、その、青葉レディスでも、小松先生の、あの、診察希望者が多いって言われて、そう、ね。お話をこう、聞こうっていうのを、こう、やっぱり、いろんな患者さん、一人一人に、向き合われてる結果かなと思いましたけどね。そうですね。待ち時間が長いとダメですね。でもね、やっぱり早くしないといけないですね。そうなりますもんね。どうしてもですね。ですね。ね、先生の体一つでこう結局ね、人の相手のこう感情とかも含めてね、寄り添っていくとですね、なかなかそのあたりのバランスっていうのがね、こう簡単にその省略できないこともあるからですね、できることはもう省略しながらされてると思いますけどね。じゃあなかなかね、はい、いろんな患者さんの年齢層もね、幅広く見られてると思うんで、はい、あと抜け毛、太る、イライラする、眠れないという相談が来てるんですが、これもそうです、ね、やっぱホルモンの問題ですか？そうですね、抜け毛はですね、はい、難しい、正直ちょっと難しいなと思ってて、なかなか男性はですね、はい、僕なんかもそうですけど、治療法がある程度確立されているように思いますけど、はい、女性は難しいですね。一応ホルモンとかも採血しますけど、そこまでこう異常がなくてですね、やっぱり皮膚科の先生とか相談しながらということが多いですね。抜け毛はちょっと、まあ、抜け毛とか本当に円形性の脱毛症の方とかは、はいはい、精神的なものが絡んできますもんね。なんか難しいですね。そうですね、婦人科だけではちょっと解決できないような気がします、ね。なんか頭皮に関しては、私そのウィッグをやってるじゃないですか、ただその妊娠中の臨月の20代の若い女性が来られたんですが、そのどんどん抜けていって、お腹が大きくなるにつれて、でも本当にこの前が ない状態ぐらい、でその、まあ、産んでしばらくしたらまた戻るかもねって言われたけど、お宮参りがあるからっていうことでそのウィッグを
選びに来られたんですよね。妊娠中は珍しいですね。そうですよね。産後に抜け毛はちょっと出ます。うんうん、ですよね。産後大体そうですもんね。産後抜け毛が出て、卵巣の機能が戻ってくると大体良くなってきます。髪もターンオーバーってサイクルがあるじゃないですか。はい、ありますね。28日ぐらいとか。あれが早くなってくるからですね。うん、だから、産後は一時期そういう時期がありますけど。その回復しようというような影響っていうのもあるんですね。ホルモンの影響ですね。卵巣のホルモンが一時的に閉経したような感じになるからですね。だから女性もやっぱりその閉経後は髪がやっぱ薄くなるっていうのは、ね、ありますあります。あるし、はい、そのがんの治療の後結局50代60代ぐらいでがんの治療が重なるとがんの治療は終わったんだけども髪の毛が生えません。っていう前髪とか、頭頂部っていうのがこうなんかこうなんていうんですかね、神経というかホルモンの作用している場所がまた違うみたいですね。その頭皮もですね、奥が深いなと思って、うん、まあなんかそのイライラとかですね、うんうんうん、さっき言った眠れないとか、はい、イライラとか眠れないとかいうことについてはある程度お手伝いができると思ってますので、うん、やっぱり相談してもらえたらいいですね、うん、やっぱりなんかこうまあイライラするとか眠れないってなるとイコール婦人科っていうふうに多くの人はなかなか思いづらいのかもしれないと思うんですよ ね、 ね、だいぶでも増えてきましたけどね、うん、あ、そうですか、はい、増えてきました、うん、なんかこうまあ一つのねそういう相談できる場所として婦人科っていうところもですね相談されて、そういう時はそういう症状とかを悩みを言っていただいて、必ずしも生理とかそういうことだけではなくて相談してもいいっていうことですよね。まあ、イライラとかそういう眠れないなとやっぱり更年期が少し入ってくる方もいますので、前回なんかねセミナーで、はい、お話しいただきました。なんとかセミナー、上田愛子のセミナー、はい、そう簡略更年期指数って言ってね、SMI っていうのがインターネットとかでもありますので、はい、まあ、もしよかったら自己採点してみてですね、当てはまるようでしたら、ぜひ相談に来てほしいですね。そうですね。何でもこう、前もってそういう情報があるといいなと思うので、ね、不安をこう年齢を重ねていくことでの体の変化とか心の変化っていうのに自分のことを注目する時間も必要だし、そういう時にまあ客観的なそういう指数が出るっていうようなお話もすごく役立つ情報だと思いますので、ぜひ調べてみてください。もう一回教えてもらっていいですか、その指数の簡易更年期指数ですね。簡易更年期指数。はい、SMI っていう。SMI というもの。はい、調べてもらうと出てくると思いますね。あれですね、その点数で大体40点から60点は、うん、体質改善とかですね、で60点から80点は婦人科へとか、なんかいろいろこうあるんですけど、うん、まあでも40点から60点でも全然、うん、相談してもらって結構ですしね。まあ、プラセンタとか、ホルモンがちゃんと出ててもやっぱりおかしい人いますので、調子が悪いっていう人に対しては、まあ、プラセンタの治療であるとか漢方薬とかもありますしね。今日なかなか時間余ってるから、漢方薬ってですね、はい、そうそう、皆さんにお伝えしないとした方がいいと思ったんですけど、漢方薬が苦手っていう人いるじゃないですか、はい、実はいい話を聞いたんですけど、はい、漢方薬をジュースに混ぜるとですね、うん、やっぱり味が苦手じゃなくなるそうなんですよ。うん、何ジュースがいいと思います。ジュースに混ぜて、薬をそもそもジュースに混ぜていいのかなって思いましたけど。昔のそれこそ昭和の時代はオブラートっていう包むやつ。はいはいはい、溶けるやつですね。はい。あの時代はもう遅いみたいですね。あ、そうですか。今龍角散とかあるじゃないですか。はい、はい、はい、はい。ゼリーに混ぜて、あ、ありますね、はい、うんうん、あれよりももっといいって言ってました。ジュース、はい、リンゴジュース、リンゴジュースがなんて言ってました、豆乳リンゴジュースはいいみたいですね。そうなんだ、はい、リンゴジュースに溶かせばいいからです、ね、へ、漢方薬溶かしてくださいね、はい、リンゴジュースにこう溶かして飲むと
大体大丈夫らしいです。そうでした、はい、で、うん、それでもダメな人はもう一、うん、つあるらしい、うん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 、なんと思います。え、リンゴジュースに混ぜた上にってこと？いやいやいや、別です。え、豆乳？豆乳じゃない。豆乳一択で。あのネクターらしいですね。ネクターはあれか、美味しいでも、ね、味がき、うん、もうネクターに混ぜるとですね、誰も漢方はわからないらしい。ああ、ネクターはなんか最強ですね。はい、最強と言ってました。あ、なんかいいですね。ネクターなら、だから皆さん、あの漢方が飲めない人はネクターです。あ、ネクター。そうなんだ。はい、ただあの糖分の取りすぎは注意してください。だけどネクターに混ぜるともうわからんだ。そうですか。へえ、それ子供の薬飲ませるのも良さそうですよね。いやいや、もう今大人の話です、ね。あ、そうだ。もう大人で薬が飲めない人。そうですね。あのでも皆さんやっぱり。漢方はいいですよ。本当に。あの、栄養ドリンクを飲むより全然いいですからね。皆さん、こう、例えば疲れて、もうやる気がないとか、夏バテとかで、よく栄養ドリンクを飲んでいくんですけど、はいはい、あれ太りますからね。それと、脳が興奮しますので、はい、飲んでしばらくはいいけど、その後やっぱり依存性が出たりとかしますから、栄養ドリンクはやっぱやめとってください。漢方がいいです。へー、昔あの妊婦さんでやっぱりどんどん太ってきてる人がいて、まあ、聞いたら実はあの栄養ドリンクだったですね。その疲れるからとか、毎日1本飲んでるって。へだからあの栄養補給でですか、疲れやすい、疲れた時に栄養ドリンクを飲む癖があったみたい で、やっぱり飲むと調子がいいからって飲んでましたけど、まあおしっこに 糖が出るし、うん、尿糖が出るし太るし、なんだろうと思って話を聞いてると、栄養ドリンクでした、ね、あ、そうなんですね。他にもちょっと話が脱線しますけど、建築の会っていうのがあったらしくてですね、はい、すごい個人的な、そうですね、仲良しの3人さんがいらっしゃって、どうもそれ知らなかったんですけど、どうもこう妊婦健診のためにやっぱりちょっとこう、はい、体重の増え方が激しいので、うん、おかしいなと思ってたら話を聞くと、どうもうちの病院の近くに建築があったりして、そこで毎週建築の会をやってたですね。まあ、あの闇の材とはなかなか言いにくかったけど、まあ、原因が分かったからよかったですね。相当増えましたね、体重がですね。その妊娠中っていうのは、やっぱ増えやすいんですか、普通に。増えますね。うん、もう代謝がやっぱり、とにかく体重を増やす方向に入りますし、体はあの水分も保持するので、産みやすいですし、もう増えますね。なんかその太ると怒られるってよく聞くじゃないですか。そうですね、もうあそこの某病院の院長先生が有名でしたね。まあ、うちは怒りはしませんけど、やっぱ健康なその、ね、出産を目指していくにはってコントロールがいるってことですよね。今はその体重制限が緩和されてですね、昔は8キロから10キロでしたかね、はい、あの標準体重の方で8キロから10キロって言ってたんですけど、うん、そうなると世界基準で言うとあの2500未満の体重、うん、低出生体重児って言うんですけど、はいはい、小さい赤ちゃんが日本は多いので、うん、それはいけないということになって、今だいたい10キロから12キロは、うん、あの体重増えていいということになってますから、うん、まあ安心して食べてもらった方がいいですね、うん。まあでも建築はね、ちょっとこう控えるのあの油物とかはね、そうですね、なんかもう美味しいみたいですね。僕はもうだんだん胃が弱ってきて油物は食べたいとは思わないですけどね、まあ、走らないといけないですね、来月。でもあのマックは食べたくなりますね。なんか入ってるんですかね。ねえ、いや、思いますよね。絶対入ってると思う。なんかこう食べたくなりますよね。いや、食べたくなるものシリーズはね、はい、絶対なんか秘密があると思いますけどね。まあ、でも、美味しいですもんね。まあ、でも食欲があのあることはね、いいことだと思うんですけども、そうです
まあでも、ついでに、まだあれです。いいです。ついでにあれですけど、そうそう、最近、やっぱり僕の周りってご病気っていうか、大病されてる先生とかが多くて、で、やっぱり60ぐらいになると、やっぱり大きな病気をすると思います。だから、皆さんも、女性の方特にそうですけど、健康診断を受けてない方多いですもんね。はい、女性はね。だから、やっぱり受けられてください。コレステロールが高いとか、血圧が高いとかですね、あと糖尿病もやっぱり調べたら出たりしますから、やっぱりきちっと飲まれた方がいいですね、お薬をですね。で、僕もやっぱり飲んでます。へぇ、だから。40代、50代から。いや、もう最近ですけど。あ、そうですか、やっぱり飲んだ方がいいよって言われてですね、だから、コレステロールが高い方ですね、特に LDL がちょっと高めの人とかは、もうやっぱりしっかり飲んだ方がいいですね。それから、血圧もやっぱり130以上とかの方は、高圧剤とかですね。幸い僕は血圧はそんなに高くないので飲んでませんけど。あと、血糖値がちょっと高いとかですね。という方は糖尿病の薬ですね。蛍光血糖硬化剤って言うんですけどね。そういうのを飲んだ方がいいと思いますね。あと、EPA ですね。はい。そう、EPA と、そうそう。と、あと DHA もそうですけど、ね、はい、あれもやっぱり飲んだ方がいいって言ってましたね。栄養。やっぱり脳梗塞とかの予防にもなりますね。言いますもんね、青魚は、なんか血液サラサラとかね。いっぱい飲んだ方がいいって言って。へぇ、一生懸命コストコで買ってきて、飲んでますね、サプリ。やっぱりこう先生方って結構健康マニアな人が。やっぱり薬は飲んでると思います。はい。飲んでますね。コレステロール下げたりとかですね。だから一般の方もやっぱりきちっと飲んだ方がいいと思います。そもそも女性の方は、福岡市にお住まいの方は、ヨカドックっていう、500円で受けれますので、はい、健康診断は、特に専業主婦の方は、毎年健康診断を受けてない方も多いですけど、やっぱり500円、たった500円で済みますので、健康診断を受けてですね、ちょっとでも怪しかったら薬を、生活習慣病の可能性が高いので、やっぱりしっかり薬を飲んで予防された方がですね、そうですね。やっぱりもう早め早めに。そうですね、やっぱりずっとこう蓄積していくからですね。スポーツも大事ですけど、なかなか運動してですね、その体調管理って難しいので、やっぱり薬を飲んできちっとコントロールするというのは大事ですね。そうですね。先生でも運動今したり、運動してもですね、僕は食べ物やっぱり好きなので、いかんですね。食べちゃうからですね。でもその、ね、まあ上田さんの上田さんのインスタを見てるとこう。逆に食べたいというよりはこう胃もたれするみたいな。そうですかね。ちょっと気をつけてるんですけどね。でもですね、ああいうの見ると逆に、ね、あ、ちょっと胃もたれしてやめようかな。それがですね、映えるものっていうのが胃もたれするんですよ。お肉とか甘いものとか、その真逆なんですよね。その質素なものって映えないんですよね。茶色かったりするからですね。いや、だから上田さん健康なんだ。だって僕はもうやっぱり年齢相応に食欲が低下してきてますね。まあ自然なんですね。私もでもだいぶ落ちましたよ。落ちたんですか。落ちてきました。落ちてきましたよ。はい。これでも。これでも。いや、だってやっぱりもう夜、その。あ、夜食やめました。いや、食べられなくなった。うどんになりました。もう、ラーメンとか、いや、でも元気な人も食べますもんね、今も。朝からハンバーグとかね、言う人もいますもんね。あれはちょっとすごいなと思った。この前なんか、朝から、とんかつって人がいました。上田さん？いや、私、全然朝食べれないんですよ。本当、お味噌汁飲むとか、ぐらいしか入らないんですよね。あれ、話全然、はい、ファスティングってやっぱいいんですかね。あ、この前なんか、24時間とか。なんか、飢餓遺伝子の話をちょっと聞いたんですけど。飢餓遺伝子。
だけど、うん、でもですね、そのファスティングもですね、やっぱりちゃんとしたそういう消化器の先生とかの下でやらないと危ない場合もあるっては言われてましたね。だからまあ、うん、僕もちょっとファスティングは僕自身自信がないんですよ、うん、もう何回かチャレンジしましたけど、もう低血糖症状っていうか、もうクラクラしてし、うん、ダメだったので、ただ、うん、まあしっかりこうオンオフっていうんですかね、うん、まあ、食べるときは食べるけど食べないときは食べない、休ませるっていうことですね。なんか言いましたっけ、私昔、はい、ファスティングっていうかハリウッドダイエットっていうのが流行ってて、はい、なんかその野菜ジュースみたいなのを24時間飲むだけでご飯、あの固形物は食べないっていうのをやってみたんですよね、はい、そしたら風邪ひいたんですよでだからもうあと1時間で24時間だと思う時にもうなんか寒気がしてて、もうだと手とか冷えて、でもあと1時間だしお腹は空いてるし、でそのドリンクみたいなのしか飲んでないから、あと1時間ででもお粥とかからしか始められないから、うん、まあったかいスープとか飲もうかなと思って、でもうなんか本当寒かったんですよね。でその後、まあさ湯とか、うん、その重湯とかでスープ飲んでとかで寝たんですけど、次の日風邪ひいて、私は合ってないなと思いましたもんね。もう食べないって。いや僕もファスティングは苦手ですね、うん、もうなんか仕事が手につかなくなるんです、ね、あー、まあ、ただ最近はやっぱりそういう飢餓遺伝子っていう、うん、なんかこう発動するのにいいってよく書いてある。まあ聞いたことなかったです。マラソンが終わったらちょっとしてみてもいいかなと思うんですけど、うん、だけど、いや、まあ、やっぱりあんまり、うん、あの体質とかも、ね、そうそう、やっぱりそうできるできないやっぱ個人差があるからですね、うん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 、ちょっと話がそれですよ。いやだからまあ健康のいろんな情報とか健康法もこの人にいいけど、うん、この人に合わないとか自分にはどうかっていうのは別の話で、これで私は成功しましたとか、その、まあ、生理痛もそうだし、その特に冷えとか女性の場合は、うんうんうん、これが良かったよとか、更年期もこれが良かったっていうのは個人の話なので、日本人ってすぐ全員一緒と思いがちじゃないですか、うんうん、だからなんかね、あの一つの食材とかわーってみんなで買いに行くみたいな風潮があるけども、一人一人違うっていうことが、まあ、まず分かってないとですね。でいろいろ私も手出してみるんですけど、やっぱなかなか合うものと合わないものがあるなと思いますね、うん、なんか冷え性はまた冬になるからですね、そうですね、結構あの増えてきますけど、はい、いい漢方あるんですよ、また。あ、そうですか。だから冷え性とかの悩みもね、あの相談してください、うんうん、あの冷えもいっぱいあるからですね、うんうんうん、もう一般的なこう手が冷えるとか、はい、手足が冷えるとかもあれば、うん、足だけ冷えるとか、はい、でも顔はのぼせる、はいはいはい、そうですね。あと意外に腰が冷える人もいますね。あ、腰が冷える方もいるんです。あ、やっぱ冷え性だけでもこういろんな病気があるから、まあ、それぞれ楽しいんですけどね。ちょっとマニアックなあの一面が出ましたけど職人な、もういっぱいあのいろんな病気があるからですね、病気というか症があるからですね、うんうんうん、まあ、漢方というとね、そういうイメージがありますもんね、症っていうのがですね、ぜひ相談してもらいたいです、うんうんうん、そうですね、まあ、漢方の話もあの相談できるという、多少ですよ、うんうんうん、そんなに詳しくはないですけど、うんね、だけど冷え性とかそういう生理痛とか、まあ、イライラとかのぼせとかですね、やっぱこう婦人科の問題って結構こう昔から、不定愁訴って言われるこう全体になんとなくだるいとか、すごくこうなんていうつかみどころがない辛さっていうのがあるからですね、まあ、そういうものを抱えながら生活するのも辛いと思うので、まあ、一つ一つその原因を一つずつ潰しながらですね、で付き合っていくものに関しては、まあ、漢方だったり選びながら一緒に付き合っていくっていう風にしないと全部解決しないからですね解決したいけどね、なかなかできないっていうのあるからですね、うん、そういう時に女性の、味方として
はい、アオバレディスクリニックの小松はじめ先生は、はい、ちょっと人気があるので待ち時間があると思いますが、はい、はい、相談乗っていただけるということです。またコメントとかもですね、自分のこととか、娘さんのことだったり、うん、奥様のことだったりですね、ありましたら、あと、お母さんのこととかももしあればですね、女性の体のこと、健康のことですね、お悩みのことがあれば、またコメントお待ちしております。はい、また今月からアオバレディスクリニックでうちのスタッフがバランスボール、なんかボヨンボヨンってするバランスボールのレッスンをちょっとさせていただくということでお世話になります。はい、なんかそういう少しエクササイズを入れながら、その産後だったり、更年期の、骨盤調整だったり姿勢とか、あとインナーマッスルとか、私すごくあれ苦手なんですけど、すごくやりながら鍛えられるっていうところもあるので、なんか楽しみながら健康のことを考える機会になったらいいかなと思っています。はい、今日はお忙しい中ありがとうございました。駆けつけていただきまして、来月 の福岡マラソンに向けて頑張ってください。はいはい、出ないかもしれませんちょっと調子によってですねまだ1ヶ月ありますので、はい、アオバレディスクリニック院長の小松はじめ先生にゲストにおいでいただきました。今日はどうもありがとうございました。それでは、今日も一日楽しくお過ごしください。 Have a nice day。 ご覧いただきましてありがとうございました。失礼します。